どうも、プロテインです。ですね、まあ、寒くなりましたね。ちょっと来ちゃいましたよ。ということでですね、今日もちょっとお話動画なんですけど、まあ、これすげえタイムリー。先週、まあ、僕は今、都内に住んでるんですけど、まあ、新宿行くことが多くて、まあ、新宿2丁目を通るんですね。まあ、そういうわけだからってわけじゃなくて、全然通り道として、新宿2丁目を通るんですよ。で、通ってたら、まあ、夜なんですけど、まあ、帰り道ね、まあ、仕事の帰り道で新宿2丁目通ってたら、すげえことが起きました。俺今でもちょっと正直ね、びっくりして動揺隠せないんですけど、その話をしようと思うんですけど、やっぱりね、新宿2丁目とか新宿って結構夜危ないのよ。その裏道とかさ、すげえ光、ネオンが輝いてる街中なんだけど、結構客引きとかでさ、お姉ちゃんみたいな。あとは、で、その時出会ったのが、すげえなんかヤクザみたいなさ、まあ、ヤクザとはいかないけど、ヤンキーがさ、すげえ絡まれてて、絡んでて、喧嘩するみたいな感じでさ、見たの。俺結構立ち止まって見ちゃったんだけど、まあ男と男がさ、おい!ふざけんじゃねえよ、お前。何やってんだよ、みたいな感じでさ、で、言ったらさ、その相方もすげえいかついような感じで、で、サングラスはつけてなかったか。なんかすげえやつでさ、まあなんか1対1だったの。うっせえよ、この野郎おいふざけんじゃねえよおいなんでやんのかおいおいおいつって。でさ、次、ぐわーって次やり合っててさ、で、仲間が来てさ、おやめろ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 みたいな。すごかったのよ。それで、おやめろやめろみたいな。おやんのかみたいな。もう乱闘みたいになり始めて、なんかもう殴り合いそうな感じで、やめろやめろみたいな。お警察やべ、警察みたいな感じでさ、うわ、怖っと思って、俺ちょっと立ち止まってみたんだけど、でさ、ふざけんなよつってさ、で、あっちの人が言ったのよ。なんかもう、まあ一旦落ち着いて、相手側の人がさ、まあ立ち去ってて、それでさ、その、ね、こっち側の俺が結構見てたさ、人がさ、で、終わった後に、あー怖かったとか言ってさ、こっちの人と思って、怖ーと思って、だってなんかあの人やべえなと思って、近くで見たら、あれつって、あれつってなんかすげえ暗かったからちょっとあんま分かんなかったんだけど、ちょっと近づいて、見たらさ、なんか、俺の高校の先輩でした。ということでですね、まあ、そんな衝撃的なことが起きたんですけど、そっからまだ続いたんですよ。で、俺近づきすぎちゃったからさ、近づきすぎるとポケモンとかで会って目があってさ、トゥ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 ンテンテンみたいなバトルみたいになるじゃん。まさにそうなっちゃって。近づきすぎちゃってさ、目があって、ああ、とか言ってさ、はい、つって、プロテインくーんって、まあ、プロテインくんじゃないですよ。まあ、僕の本名はね、プロテインくーんってなってさ、何々先輩っすか。そうよ、もう確信になって、もうやっぱりこっちだったわ、って。うん。もう 30% 俺こっちかなと思ったけど、もう 100% こっちでしたわ、みたいなね。もう喋り方で、もう動きがやばいの。うん、手こっちだからって、もうさっきのお前どうすせめてさっきの男らしさでいてくれよ、みたいなさ。うん。プロテイン君みたいなの来てさ、久しぶり、どうしたんですか、先輩。どうしたんですか、その格好、みたいな。私、やってんのよ、つってさ、で、本当になんかもう、なんかオカマバーやってるみたいなんですよ。オカマバーっていうか、なんかそういう、ちょっと詳しく俺動揺して、ちょっと覚えてないです。でもそんなクラブで、なんか居酒屋で働いてるみたいなんですけど、で、それでそう。でもがいろいろ、ちょっと覚えてないですね、正直。もう仰天しちゃって。で、それでちょっといろいろ話して、うん。それでそうですね。どこ行ったっけ？名刺もらいましたね。うん、その、居酒屋のね。まあ、そんな感じなんです。ショックでした。なんで俺でこんな、もう、なんなんだろうね、マジで。なんかもう、こい
った女装っていうかし始めて、ルイが友を呼ぶって、俺友じゃない、ルイでも友でも なくしてほしいみたいな感じなんだけど、なんかそういうことが多くてさ、もう、なんだろう、まあ、助けて